札幌西区のこちらのお店何やら個性的なデザイン中に入ると厨房が作業をしているのは堤さん夫婦ナッツを細かく砕いています厚真町のハスカップ使ったりとか苫前町のメロンを使ったアイス作ったりとかなんかそういうのでも作ったりしてますね北海道のものを。 型にチョコレートを注ぎ砕いたナッツを投入15分ほど冷やして完成したのはアイスキャンディ一応ヨーグルトベースのアイスキャンディーなんですけどこういう感じで棒が斜めに刺さってるのが。 アイスタッシュっぽい感じです。お店の名前はアイスタッシュ。アイスキャンディの製造販売をしています。もう夏場はこの中がすっからかんになるぐらい。はい、在庫なくなるんですけど。で、今急ピッチで作ってる最中です。卸しがメインなので、それでもう日本全国沖縄まで全部発送で。夏には月に一万本が売れるというアイスキャンディー。 コロナ前のライジングサンロックフェスティバルではコラボアイス500本が1時間で売り切れたといいますメインの原料となる牛乳とヨーグルトは放牧酪農にこだわる鉄塩町の宇野牧場のものですとてもミルク感が濃厚でそこにベリーの爽やかな感じがとても相性がいいです当たりの棒には 口ひげの刻印が入った遊び心も。すべてが手作業のため、一日に作れるのは千本ほどです。そのアイスタッシュ、こんな授業も行っています。アイスのデザインもそうですけど、まあ、アパレルのデザインとかも、ちゃんと意味のあるものを作ってます。キングオブアイスポップって書いてるんです。アイスキャンディーのことをアイスポップって言うんですよね。 ただこれのアイス隠すとキングオブポップでマイケルジャクソンなったりするんですよねアパレルブランドからの依頼でコラボ商品も生まれましたアイスキャンディの販売先もこうしたデザイン性が注目され全国に広がりました自分たちからこう営業してアイスやってくださいって言ったことは一回もないんで SNS 見ていただいてたりとか、まあ、そういう,こう探してくれてみんなこうアイストリア使いたいみたいなことを言っていただいてるんで実はアイスタッシュのルーツはスケートボード堤さんは札幌で最初の屋内スケートボード場ホットボールの創設者ですここは 東京オリンピックで日本最年少銀メダリストとなった平木ココナさんが通ったことでも知られていますしかしなぜスケートボードのサーフィンスノーボードやらない人たちでもやっぱりこうアイス好きな人たちはもっといっぱいいると思うんでもっとそういう子たちを知ってもらって要は業界良くなったらもっと良くなるんじゃないかなと思って始めました。 今後新たなスケートボード場を作ることが目標です。外観この感じで後ろにスケートパー,パークがあってででもそこのパークは非公開で知ってる人しか知らないで後ろはもう缶スプレーだらけぐらいな感じのこうイメージをしててでもやっぱりそういう土地がなかなかな,なくてアイスキャンディーとスケートボード。 両方の発展を目指していきますアイス大好きなので美味 <laughs> しそうで食べたくなりました <laughs> あとの棒斜めなの面白いですねあれ面白いですね、うん、そうですね アイスキャンディー1本390円ってすごく高いですよね、はい、それでもやっぱりその全体の,その価値観とか雰囲気とかっていうのがその値段に見合うだけのやっぱり価値を提供しているのでその値段でちゃんと売れるっていう意味で,で付加価値つけてもの物を売るっていうのはやりようがいっぱいあるなと思いました。ねええ、それでででははナビ今週週この辺ですすまた来週です